皆さんこんにちは、ウィラです。今日私は中田ひろきさんが祝福したいと思います。ひろきさん、お誕生日おめでとうございます。イエーイ。君の笑顔が素敵ですよ。もっと笑顔。それでは聞いてください。リー、大切なもの、どうぞ。いつもぶざけて笑ったり、君を怒らせるたびに、本当は素直にごめんって言えないで強がりばかりで、だから今ここでいようかな。冷たい風が吹くから、少し距離を縮め、温かい君の肩寄せる。大切なのは時間じゃなくて、お互いをただ信じ合えること。この1秒、その全てがこの僕にとって、宝物だから、心込めて Thank you。 桜の季節に出会えた、あれから僕らはいつも本当に大事なものを見つけてきたんだね。一緒に春の暖かい匂いも、夏も眩しい朝も、オレンジに染まる街も、白く舞い散る雪の中も、大切にしたい時間の中で、お互いをただ感じ合えるなら、それだけでいい。笑顔も、こう、片方も、泣き顔も見せていいよ。負けず嫌いでも、怖がりなことも見せていい。その全てがこの僕にとって宝物になる。いつもありがとう。他に何一つ言えないけど、同じ景色、同じ時をずっと違いなとこも、その全てがこの僕にとって宝物になる。心込めて Thank you。 Thank you。皆さん、見てくれて本当にありがとうございました。中田ひろきさんがお誕生日おめでとうございます。じゃあ皆さん、またね。バイバーイ。